光栄な体験をさせていただいたなっていうふうに思っておりまして、感謝の気持ちでいっぱいです。今は生け花は私の生活の一部になっているなっていうふうに思います。お家にいても花のことを考えますし、生け花でできたあのお友達、大切な仲間が自分にとってとても大事なあの宝物になっておりますし、もう全て含めて私の生活の一部だなと思います。まだまだ勉強の途中なんですけれどもですね、ずっと自分でも楽しみながら花を続けながら、いろんな人に花を見ていただけることで、大きなものじゃなくてもいいんですけれども、優しい心になっていただけるとか、笑顔になっていただけるとか、そういう小さな喜びを少しでも多くの人に与えられるようなお花をかけられるようになりたいなと思います。